ノート PC ではなかなかできないことを、このサーフェスラップトップスタジオ2はやってのけてると、ガジェット好きのね、心をね、くすぐりまくる機能なんですけども、ディスプレイがね、モード変形するんですよ。もう最強サーフェスと言っても過言ではない。どうもこんにちは。サーフェスファンチャンネルの高布です。皆様、お久しぶりでございます。ちょっとね、プライベートの方が忙しくて、なかなかね、更新ができずにいたんですけども、今日からね、また改めて、シーズン2ということで、サーフェスファンチャンネル始めていきたいと思います。で、まあ、シーズン2ということで、これからはね、ちょっとこういうバナナを添えて、サーフェスのことをね、また中心に解説していこうかなと思ってます。はい。で、今日のテーマはこちら。ででーん。サーフェスラップトップスタジオ2の実機レビュー。ちょっと今回もね、マイクロソフト様の方から、実機の方をお借りしましたので、こいつの、実機レビューをね、やっていきたいなと思っております。早速、開封したのがこちらになりまして、出ました。サーフェスラップトップスタジオ2の、実機がこちらになりますね。このね、PC がね、ほんとすごいんですよ。このサーフェスラップトップスタジオ2なんですけども、サーフェスの中でも最強サーフェスと言っても過言ではないくらいね、もう全部乗せみたいなサーフェスになってます。で、このサーフェスラップトップスタジオ2をですね、紹介していきますと、この最大のね、特徴としましては、このサーフェスラップトップスタジオの1からそうだったんですけども、ディスプレイがね、モード変形するんですよ。もうね、この機能がね、ガジェット好きのね、心をね、くすぐりまくる機能なんですけども、まずね、普通にノート PC モードですよね。これはノート PC としてもね、使いやすいです。キーボードのね、打ち心地としても、結構心地よい感じですので、本当にノート PC としても、使いやすいものなんですけども、ここからね、さらに変形しまして、この液晶がね、ここでパカッと曲がりまして、でここでくっつくんですね。こうすると、ステージモードというモードになりまして、まあ、タッチパッドとね、ここでソフトウェアキーボードとして入力もすることが、できますので、まあ、これだけでもね、使えることができるんですよね。このモードだけで、ブラウジングすることもできますので、タッチパネルで直接操作して、まあ、ウェブの記事を読んだりとか、こういう拡大縮小とかもね、全然できてしまいますね。で、さらにですね、ここから、これをまた、パタッとね、ここにくっつけて、パタッとすることで、これが、なんと、スタジオモードというね、モードになります。で、これが使えるとですね、ここに、サーフェススリムペン2をね、カチャッと磁石で収納できているんですけども、このスタジオモードの時にはね、お絵描きがすごいしやすいというような特徴があります。このね、サーフェスラップトップスタジオ2が、液晶がね、優れているところが、120Hz リフレッシュレートというですね、液晶の描画がですね、めちゃくちゃ早いので、このペンのね、動きについてくるのがすごい早いんですよね。普通に紙に書いてるような感覚で書くことができます。最高のね、ディスプレイとなってますね。一応このスタジオモードの時はね、タブレットのように、まあ、持つこともね、使うこともできるんですけども、まあ、これがね、2キロ弱あるので、さすがにこういう持ち方はきついだろうなというところはあります。でね、このサーフェスラップトップスタジオ2のその他のね、特徴として、ここですね、ハプティックトラックパッドというもので、ここがね、感圧式のトラックパッドになってるんですね。まあよくある、MacBook とかで使われているのと同じような機能なんですけども、まあ、要は、普通のトラックパッドだと押したらね、ちょっと凹んで、その部分が押されたというのがわかるんですけども、これは押したらね、このちょっとだけ振動が来て、押された感覚が分かって、実際にも押されているというような、機能となってます。これがね、すごく気持ちいいんですよ。使いやすいですね。普通のトラックパッドって上の方って全然押しにくいんですけど、これは感圧式なんで、上の方も全然押せてしまいますね。さあ、そして、ポートの確認をね、していきましょう。こちら実はですね、サーフェスラップトップスタジオの、まあ、全モデルの方からですね、ちょっとポートが拡張しまして、こちらにね、マイクロ SD カードのポートが追加されたのと、あと左の方がね、USB-C が2つと USB-A がね、追加されたと。
結構ね、Surface Pro 8とか9とかでは USB-A を完全に廃止してなくしたりとかしてるんですけど、また新たにね、ちょっと空きがあったのか、USB-A をまた追加するということになってます。はい。なので、拡張性もね、良くなったっていうところですよね。はい。そして、Surface Laptop Studio 2の、やっぱ何がすごいかって、その性能なんですよね。この機種はですね、外部 GPU というですね、まあ、普通の CPU の中のグラフィックとは別の独立したね、GPU が別途搭載されてますので、グラフィック系がね、強いんですよね。で、このベンチマークをね、ちょっとドラゴンクエスト10で測ってみたところ、なんと驚異のスコア、21,140 ということで、もうめちゃくちゃ、ハイパフォーマンスです。例えばね、これ Surface Pro 9とかだと、まあ、6,565 とかで、Surface Laptop Studio 全モデルでも 18,130 でしたので、もうかなりね、いいスコアが出てますよね。で、CPU 自体もね、第13世代の Intel Core i7-13700H をね、搭載してますので、CPU のスコアもえぐいです。シングルスコアでね、1849、そしてマルティスコアで13,135 ですので、こちらもね、他の機種のね、スコア出しますけども、これだけ違いがありますので、もう性能としてもね、抜群に優れているというところなんですよね。さあ、それでですね、この Surface Laptop Studio 2の、外部 GPU をね、搭載している威力で、僕がね、紹介したいのが、こちら、これ、お分かりいただけますでしょうか。なんと、外部ディスプレイをですね、3枚出力してるんですね。しかもですよ、これも、4K モニターです。3枚のね、4K モニターを外部出力できるっていうぐらいのね、グラフィック性能がありますので、まあ、これはね、ちょっとノート PC ではなかなかできないことを、この Surface Laptop Studio 2は、やってのけてるというようなことがわかります。これいいですよね。これができるということは、まあトレーダーのね、人とかね、モニターたくさん出すと思うんですけども、まあこういうふうに、まあ 4K モニター3枚並べて、まあ、株価をチェックするとかね、まあいろいろ使い方は広がってくると思います。ちょっと僕はこれね、かなり感動しましたね。まあなかなかね、こんなことする人はいないと思うんですけども、まあこういうこともできるよという紹介でした。そんなね、パワーマックスの Surface Laptop Studio 2なんですけども、まあいいところばかりでもないんですよね。まあ実際にちょっとね、使ってみて悪かった点として、まあこれ全モデルからそうなんですけども、ここにね、排熱口がついてるんですよね。なので、ここからね、ちょっとね、パソコンのね、負荷をかけたときは、ここからちょっと暖かい空気がね、もわーっと出てくるので、まあ、マウスとかね、使ってやる場合ですよね。この時はちょっとね、不快な感じがしますよね、どうしても。まあ、これがね、トラックパッド中心で、やるだとか、そういう使い方であれば多分大丈夫なんですけど、マウスの時はね、ちょっと、もわーっとしますね、ここが。ちょっと僕は、不快だなと思いました。さあ、そして、そんな Surface Laptop Studio 2の気になる価格ですけども、価格がですね、334,180円からとなっておりまして、まあ、高い。とにかく高いですね。でまあ、こういう風なですね、価格構成となっていまして、おすすめとしてはですね、やっぱり、この外部 GPU を搭載した NVIDIA のね、GeForce が入ってるやつから、進めたいので、で39万からとなってきてしまいますね。でももし僕がね、買うとしたら、この Core i7 の 32GB メモリの、これが一番欲しいなと思ってますが、45万ということで、かなり高額な PC となってます。まあ、キャンペーンとかね、そういったのをね、駆使して買うのもいいのかなと思います。はい。というわけで、まとめなんですけども、このね、Surface Laptop Studio 2、僕としてはもうかなり欲しいサーフェスですね。やっぱりね、最近使ってる Surface Pro 9だと、まあ僕みたいなね、動画編集プラスプログラミングとかね、いろいろ使ってる人間からするとですね、ちょっとパワー不足も感じつつありますので、しかもね、最近だとメモリ 32GB 欲しいなと思ってきているので、僕的にはもうかなり欲しいサービスですね。まあ、だからあとは価格との相談ですよね。まあ、清水の舞台から飛び降りる気持ちで買うんだったらもう全然
ありなサーフェスだと思います。はい。こちらの製品のね、リンクの方は概要欄の方に載せておきます。それでは以上になります。バイバーイ。